まで見てください。じゃあ質問しますか。見てください。じゃあね、質問しますね。サイさん、すいません、サイさんは今度のお母さんの誕生日、お母さんね、に何をしてあげようと思いますか。おいしい、誕生日ケーキを作ってあげようと思います。あ、いいですね。おいしい誕生日ケーキを作ってあげようと思います。あ、そうですか。 D さん、じゃあね、子供の時お母さんはどんなことをしてくれましたか。子供の時、母は私に薬を飲ませてくれました。あ、いいですね。飲ませてくれました。That's what you're going to come to. あの、講座でですね、飲ませてくれました。ああ、そうですか。いいですね。じゃあ、皆さん、病気で学校に行けないとき、友達にどんなことをしてもらいたいですか。病気のときには、友達が授業のノートを取ってもらいたい。ああ、いいですね。友達に授業のノートを取ってもらいたいです。あ、いいですね。はい、これ分かりますか。はい、はい、次の2番の方を見てください。2番ですね。皆さん、アパートを探しています。アパートを探しています。で、クラスメートにインタビューをして、あのルームメートを探してください。で、例えばですね、私、あ、で、これカジュアルフォームを使ってください。カジュアルフォームね。例えば、猫さん、あ、こんにちは。ねえ、猫さん、一緒に住んだら料理をしてくれる？一緒に住んだ料理をしてくれる？あ、うん、してあげるよ。じゃあ、リビングルームを掃除してくれる？うん、掃除は自分でして。わかりますか？わかるかな？じゃあ、これ、あの、クラスメイトと、これ、カジュアルフォームで3人にインタビューをして、あの、ベストルームメイトを探してください。はい、お願いします。ルームメイトに伝えましたか。ちょっと難しいかな。はい、ちょっと質問しますね。じゃあね、ヌネさん、ヌネさん、あの、あ、これ私友達です、ちなみに友達。ヌネさん、一緒に住んだら料理してくれる？料理をしてあげる。あ、してあげる。 ありがとう。じゃあワンさん、一緒に住んだらリビングルームを掃除してくれる？はい、掃除をしてあげる。あげる？あ、あの、あの、when you talk to your friend、あの、うん、してあげる。うん、サンス、ケラ、うん、はい、サンダレロクフォーム、フォーカです。うん、じゃあ、ゲットミアさん、一緒に住んだら朝起こしてくれる？うん。起こしてあげるよ。うん、あ、そう、ありがとう。じゃあ、ボリーさん、一緒に住んだらお皿を洗ってくれる？うん、お皿ってあげる。うん、洗ってあげるよ。うん、ありがとうございます。じゃあね、ケンサさん、はい、一緒に住んだらゴミを出してくれる？あ、うん、あの、ゴミを出してあげるよ。あ、ありがとう。みんなとてもいいルームですね。これ大丈夫でしょうか？ OK かな。はい、じゃあ一個漢字をしますので、教科書を開いてください。教科書の427ページですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、1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 9、
はい、じゃあ見てください。じゃあこれ読んでください。はい、お願いします。ちょっと長いですね。これ本当ですよね。じゃあ意味としてください。昨日図書館で火事があったと聞きましたが、本当ですか？はい、誰か意味わかりますか？じゃあ、リサ。そうですね。I heard that there was a fire at the library yesterday. Was it true? Is it true? はい、じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、これ、お願いします。はい、じゃあリピートしてください。今学期はとても忙しいです。今学期はとても忙しいです。それ目に当たります。そうですね。 I'm very busy でしたね。はい、いいと思います。じゃあ次ですね。ですね。じゃあリピートしてください。田中さんが和食のレストランに連れて行ってくれました。田中さんが和食のレストランに連れて行ってくれました。誰かに当たりますか？じゃあコマさん。田中さんが to be to a Japanese restaurant。 そうですね、和食のレストラン、ジャパニーズレストランですね。はい、いいと思います。じゃあこれどうでしょうか。このカバンは大きいし重いし使いにくいです。このカバンは大きいし重いし使いにくいです。誰か意味わかりますか？じゃあ原野さん。 Because of diet is big and heavy, it's hard to use. その通りですね。The large and heavy ですね。 The hard to use, 使いにくいです。はい、いいと思います。はい、いいと思います。じゃあリピートしてください。毎日朝早く起きる生活で元気になりました。毎日朝早く起きる生活で元気になりました。はい、これ意味が足りますか？じゃあペンサさん。If you wake up early every day, you become healthy. いいですね。Because of the life of getting the life habit of getting up early every morning, I became so healthy. 元気になりました。わかりますか？はい、多分これ大丈夫です。質問ありますか？はい、じゃあストラクチャークイズをしますので、教科書を見てください。どうでしょうか？じゃあ見てください。お母さんは子供に新聞を読ませました。今日は、講座日本、刺激、日本語で刺激講座日本ですね。で、The concept in form essentially is to express to make somebody do something or to let somebody do something. The distinction between the two isn't as clear as in English when you use this in Japanese. で、例えて英語ですね。ベーシックなフォームは講座ですね。講座は講義にアクションです。This action needs to be expressed with the causative form of the verb ですね。So, 講座は講義に。こうだという方。はい。例えば、父は妹に新聞を読ませました。A translation would be my father made for the my sister reading. 大丈夫でしょうか？What is forming the causative form of the verb? 例えば、これですね。まず、ルバーブです。When you make the causative form of verb, please start with
and just add させる。例えば、食べる、させる、食べさせる。じゃあ寝るは、寝させる、そうですね。はい、寝させる。じゃあ見るは、見させる、そうですね。見させるです。はい。でそれから今度は、ウバークですね。ウバークは this job the final u ですね。from this one and at あせる、あせるですね。例えば、行く、行く、けですね。行く。焦る、そう、行かせる、行かせるですね。じゃあ、待つどうかな。待たせる、待たせるですね。はい、じゃあ読むは、読ませる、そうですね。じゃあ泳ぐは、泳がせる、泳がせる。じゃあ話すは、はい、話させる。ね、じゃあ買うは、買わせる。うん、because that it doesn't have a consonant, please add a W ですね。買わせる。ね、大丈夫か。で、最後イレギュラーですね。イレギュラー、来るは来させる、するはさせる。覚えてください。はい、大丈夫かな。じゃあちょっと練習しますね。あ、ごめん、それからごめんなさい。で、あとですね、because when you use the causative form, it's not clear, it's make causative or let causative. So if you want to specify that this is let causative, you allow somebody to do something, please use the, the verb of giving ですね、to express that one. 例えば、父は妹に本を読ませた。In this case, it's not clear whether the sentence is make causative or let causative.But if you want to say it's let causative, please use the giving ですね。So, 父は妹に本を読ませてあげた。手あげる means that you allow someone to do something. So it's specifically let causative. 大丈夫ですか？はい。じゃあちょっと練習したいと思います。これどうかな？ご飯を食べさせる。いい、食べさせる。いいですね。じゃあ準備してください。ご飯を食べさせます。寝させます。そうですね。テレビを見させます。そうですね。ドアを開けさせます。そうですね。じゃあリピートしたい。開けさせます。開けさせます。はい。じゃあこれどうかな。メガネをかけさせます。かけさせます。いいですね。じゃあ今度、ウバーですね。図書館に行かせます。そうですね。帰らせます。じゃあ、リピートして、うちに帰らせます。うちに帰らせます。はい。じゃあ、日本語の CD を。そうですね、日本語の資料を聞かせます。コーヒーを飲ませます。そうですね、新聞を読ませます。そうですね、じゃあこれ手紙を書かせます。書かせます。大丈夫でしょうか。はい、ですね。じゃあですね、はい、じゃあこれ見てください。で、皆さん、A と B ですね。で、A は皆さん、テニス部の先輩です。テニス部の先輩。ね、で、B では皆さん、上司。上司です。で、これ、コーザティブを使って文を作ってください。例えば、服を洗うですね。私は後輩に服を洗わせます。後輩に服を洗わせます。
わかりますか。はい、じゃあこれ A と B ペアで練習してみてください。はい、すいません、見てください。じゃあね、どうしようかな。じゃあ、じゃあ、D さん、1番お願いします。私は後輩に。私は後輩に、お弁当の買いに行かせます。いいですね。買いに行かせます。行かせます。いいですね。じゃあ、ガムさん、2番お願いします。荷物を運ばせます。はい、荷物を運ばせます。運ばせます。あ、じゃあ、山口さん、質問ですか？ああ、じゃあ3番お願いします。3番ない。後輩に好きな人の電話番号を調べさせます。いいですね、調べさせます。はい。じゃあ、バルさん、4番。後輩に車を運転させます。はい、運転させます。いいですね。5番じゃ誰かどうですか。じゃあ、ミラさん。はい、ボールを拾わせます。いいですね。じゃあ、トランさん、6番。後輩に宿題をさせます。はい、後輩に宿題をさせますですね。じゃあ今度、皆さん上司ですね。じゃあ B のじゃあ1番どうでしょうか。じゃあ小坂さんお願いします。私は部下にコピーを取らせます。はい、部下にコピーを取らせます。じゃあ2番どうですか。はい、じゃあヌメさん。私は部下にお茶を入れさせます。はい、お茶を入れさせます。入れさせます。3番誰かどうですか。じゃあ、ライムさん。部下に残業をさせます。いいですね。残業させます。残業させます。いいですね。じゃあ、4番どうですか。じゃあ、ペチャさん。はい、僕は部下に、空港に迎えに来させます。迎えに来させますですね。じゃあ5番誰かどうですか。じゃあ2さん。はい、案内させます。案内させます。じゃあ5番さんどこなんですか。僕は安いホテルを探させます。はい、安いホテルを探させます。探させます。大丈夫でしょうか。はい、じゃあね、じゃあもし皆さんがテニス部の先輩だったら後輩に何をさせますか。じゃあね、じゃあテクニーさん、すいません、テクニーさんが先輩だったら後輩に何をさせますか。作らせます。晩ご飯を作らせます。あ、そうですか。じゃあストックルバーガー先輩だったら後輩にどんなことですか。表せます。私の車を表せます。ああ、そうですか。じゃあ、ゴスミさんが先輩だったら後輩にどんなことをさせますか。私は後輩に次のように踊らせます、みんなの前で踊らせます。踊らせます、わかりますか。make him or her dance in front of everyone。 踊らせます、わかりますか。はい、じゃあね、ゲットン屋さんが上司ボス、上司だったら部下に何をさせますか。私のアパートを掃除させます。そうですか。じゃあね、マンザーノさん、マンザーノさんが上司だったら部下に何をさせますか。
部下に、部下の月を使わせます。部下にご飯を作らせます。あ、そうですか。じゃあね、スーさん、ちょっとこれ難しいんですけど、スーさんが上司だったら、部下に何をさせてあげますか？部下に何をさせてあげますか？ So in this case, what would you make? Instead of what would you make?Your subordinate do, but in this case, what would you let your subordinate do? If your subordinate likes to make coffee, that's a good sentence. 部下にコーヒーを作らせてあげます。I allow my subordinate to make coffee for me.わかりますか、じゃあ、キプリさん、どこ、あの、部下にお腹を聞かせてあ、いいですね、部下に音楽を聞かせてあげます。そうですね、そうですね、例えば仕事中、during work time ですね、仕事中に音楽を聞かせてあげます。 I will allow my subordinate to listen to music during work time ですね。仕事中に音楽を聴かせてあげます。じゃあ、誰のことですか？トイレを使わせて。そうですね。グッズ店です。トイレを使わせてあげます。トイレを使わせてあげます。うん、そうですね。これ、わかりますか？この、まず、コースのフォーム、練習してみてください。はい、じゃあ、今日はここまでで。さよなら。